の速度を上げれば問題ないんだ。あ、戻ろう戻ろう。あと7分急げ。死んでくれたら楽なのにな。序盤の足ではどうしてもスキルが少ない。ちょっと方でアシラを育ててる方ってどれぐらいいるんですか？結構人気な職業だとは思うんですけど、よければコメントをしてくれれば、そういう方々に今後のマックスさんとか悩んだ時になんかこうこういうスキルにした方がいいよとか言ってくれたらもうすごい助かるんですけど、僕ら80にする軍団として。あ、本当ですか？そういう人らと一緒に一丸となって他力本願ってわけじゃないですけど頑張りたいなって。アシラが何でもできるから僕はすごい好きですけどね、昔からこのポジションの職業が。決闘の方はねちょっと今どうだろうな、アシラの決闘だいぶ強くはなり始めてはいるけど、やっぱりかなり強いかって言われるとそんな強くないよね、アシラって。交代で分かりました。じゃあこのダンジョンが終わったらもう交代しますね。安定の中堅、あ、やっぱり中堅なんだな、アシラって。今かなり固定色が強い時代って聞いたからかなり上かと思ってた。あれ学者とかが強いのか。昔から学者はそこそこ強いよね、マジックミサイルの時代から今のドリルの時代まで安定してるな、あの職業。魔法色は強いけど過剰色ガクチヨワロータなあ、ブラスターが強い。あー、女ランチャーよりブラスターの方が強いんですよね、確か。じゃあちょっとスキルとか全部振っといて交代することになりますかね。冒険マスタリーとかも得る。22レベルか、もっと上げたかったんですけどね、本当に。大丈夫かこのペース。誰と交代するのってことですが、マックスさんと交代させていただきます。お願いします。お願いします。やった！俺の出番だ！よし、やろう。
火薬の匂い、火薬の匂い、意外とね。でもこの火薬の匂い好きよ。意外といい。そんな嗅ぐことないですけど。はいはい。今どういう状態ですか。お、レベル22。22です、ね。お、もう少し上げたかったんですけど、うん、すいません。意外と上がってないね。こんなもん。準優勝ってこんなもん。いやー、まあ、まあ、そうですね。そうなの？いや、もう少し行けました。言い訳はする気はないですけど、ああ、もう少し行けたんで、次の時に期待してください。おー、はい、頑張ります。おー、実際どのぐらい行けそうだった？頑張っても24位レベルぐらい。やってみた感覚。あ、でもあれなんですよね、はい、レベル15で転職があるって話を聞いてたの。そうですね。なんか目が目が出てるじゃないですか。いや、あしらっぽいですよ。なにこれ、かっこいいでしょ。かっこいいね。これ今どういう状態？今クエストを受け終わってゴーレムの方に行ってますね。ゴーレムの塔ってところに行って、ゴーレムのなんかクエストをやればいいですか？そうですね。ゴーレムの塔、はい、こっち。そうです、ね、なるほど。これ回復アイテムとかは持ってる感じ？回復アイテムは HP 回復の方あるんですけど、MP 回復の方があんまりないですね。なんかこれ買っちゃダメなの？買うとかできないの？売ってないんだこのゲーム。なるほど。スタバみたいなのあるんで、あのアイテムが相当強いんで、それ、なるほど。それを壊した時に拾いましょう。あとなんかリスナーの方に教えてもらったんですけど、うん、スダマを壊した時にもらえるイチゴが、今なんかセリアから買えるよ。マジですか？おい。役立たない。準優勝だな。本当に？ちょっとどういうことなの？え？買える？セリアさんから変えるって。セリアさんって この方ですか？はい、この方なんですけど、うん、ああ、本当だ、はい、じゃあそっちから行きましょうか。ここですね。そいつですね。クエスト焦点、ね、焦点か。こっちかな。うん、え、どれですか？これが回復剤ですね。売ってるじゃないですか。売ってるじゃないですか。どういうことなの？さんも知ってたから。知ってたからね、これ売ってるの。左クリックで個数、シフト押しながら左クリックで。これお金はもういくさるほど持ってる感じですか？うん、めっちゃ持ってる。え、1、10、100、1000万、10万、72万。これってすごいんですか？まあ、やってる人から見るとそんなすごくないです。あ、え、実際自分のキャラではどのぐらい持ってるの？ちょっと言いたくない。言えない額持ってる。変な感じになるんで。うわ、これはもう何個まで持てるんだろう。まあ、そんな使わないですよ。もっといい回復剤が出てきちゃうんで。ああ、なるほど。30個もあれば十分だと思います。じゃあ50個。じゃあ50個、多めに持ってきます。50個持ってきましょう。お金あるからね。お金持ちだからね。うん、こっちも50個スタートでいきましょう。僕下手くそなんでね、こういうのに頼っていくスタイルでいきたいと思います。頼っていくスタイルで。これを設置したらいいんですよね。そうですね、こっちのベルトみたいな、うん、どこに？これ2とかに。ほい。これは回復？それも 20% 回復するアイテムなんで。ほい。先にそっちから使っていくスタイルで。 OK です。ガンガンいきましょう。だけど初期よりだいぶ強くなりましたよ、このキャラクター。見てないうちに。はい、多分いろんなスキルが増えてるんで、ちょっと使ってみて楽しんでください。はいはい、ゴーレムどうですか？ハードで良かったのかな。そうですね。さあ、お、でかっ。もう普通に技を打っていけばいいのかな。そうですね。あ、すごいダメージ上がってますね。そうですね、だいぶ本当に強くなりましたもん。うんうん。で、アシュラってキャラクターはどんなダンジョンにも入ったら最初にバフをかけるんですよ。ほうほう。そのバフが今 T に置いてあるんで、 T、はい、T を押してもらうと。これですか？はい、それです。ちょっとね、どこの技に何が入ってるとか全然分かってないんで、自分が好きなようにしちゃったんで、もう自分のやりやすいように入ってもらっても大丈夫です。うわ、空浮いてる。浮いてますね。あの、ゴーレムシっているじゃないですか。あいつを倒すのがいいんですよ、最初に。こいつ？はい、ゴーレム獅子、あのちっちゃいやついるじゃないですか。ちっちゃいやつ。はい、あ、後ろにいる、こいつか。でっかいが強いんで、このゴーレム獅子を倒すと、うん、こいつらはやられるの。いや、弱くなってこうなる。ああ、なるほど。で、
しかも経験値ももらえるんで普通に、はい、普段通り普段通りもらえるんで。おお、なんかすごい技が。これからやった方が普段の強い技、出っ歯なんですよ。うんうんうん、投げなんてあのスキル値は無敵なんですよ。ほうほうほう、じゃあこいつらから倒していこうっていうことですね。そうですね、ここはちょっとあのゴーレム氏がいないんで、うんうん、さっき見たらギミックはないんですけど、まあ、ゴーレム氏がいるところではゴーレム氏から倒して、うんうん、ちょっとね、僕このゲームやるの初めてなので。そうなんですよ、私には見えないからいきなり動かしてますけど、ね、いや、あの初めてっていうかさっきちょっと触りましたけどぐらいですね。そう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 、柱自体も初めて、もう初めて、目がいっぱいあることにまずびっくり。このキャラ特有ですよ。他のキャラはない。はい、このアバターがそうなってるんで、ちょっと真剣にやっちゃうねこれ。はい、うん、あんまり喋れないの。うん、普段はあれだもんね、高レベルのキャラクターを動かしてるんですもんね。それに比べればやっぱりサクサクレベル上がるでしょう。そうですね、しかもかなりいい装備。あ、ここゴーレム氏がいるやつですか。そうですね、これが例のやつですね。こいつから倒していく。これもうガンガン回復使っちゃってもいいんですよね。なんでこんなお金持ってるの、稼いだの。いやー、大人の事情。大人の事情。大人の事情。どっかから、はい、ポロッと、ポロッと。なるほど、譲っていただいたんですね。わかります。これ自爆もするんです。おー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 、赤色になるんですか。ここも行き止まりです。行き止まりですね。左の、もう一個左の上ですか。こうやってマップって毎回ランダムなんですか、向きというか、その位置というか。そうですね、だけど、ゴーレム、ボスのいる位置がランダムです。あー、なるほど。マップ自体は変わらない。そうですね、まあ、ランダムって言っても、2パターンあるだけで、うんうん、ただ、2パターンぐらいある感じです。なるほど、はい、なんで一応右上見ながら、どう見たらボスに近くなるかっていうのを、まあ、最短距離で走って。最短距離で。このターンでやっぱ、やっぱり右を回る必要はなかったんですよ。うんうんうん、ここは上に行くから、ここは右でいいんですよ、はい、あ、まだ倒してる。他のネトゲとかされるんですか。そうですね、もういろんなネトゲやってますね。ネトゲ慣れはしてると思いますよ。ネトゲ慣れは相当してると思います。これもゴーレム氏から。そうですね、ゴーレム氏から倒せるのがベストですね。いや、ネクソンのゲームもいろいろやってて、例えば、はい、メイプルストーリーとかですかね。有名どころですね。有名どころ。他にもいろいろ、他にもされてる、いろいろやっちゃってるんで。それはなんかやっぱり初めてとは思えない。結構爽快に動かしてるなと思わない。いや、でもさっね、少しだけ見たんですけど、もっと凄まじい動きをしてたように見えたんですが、どうやってるんですかね。自分の動きはもうリスナーさんからも叩かれちゃうぐらいなんで。僕叩かれるとかいうレベルじゃないですね今ね。いや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 、まあ、そこはもう初めてなんで許してくださいとしか言いようがないんで。うん、そうですね。基本的にどういうのがダメなんですか。あ、ダメな動きですか。やっぱり、ね、大技を外すのはダメですよ、ね。あ、恥ずかしい。まあ、Y にセットしているスキルがあるんですけど、 Y、はい、ちょっと使ってみていいですか、はい、これ大技です。外しちゃったんですけど。これ叩かれる。いいの、これ叩かれる。こういうのはいけない。思いっきり外したけど。結構当てる気でやったのに。あれが、あのスキルはどういう大技かって、大技かっていう、この辺から打つ。はい、そうです。おー、いい、いい、いい、かっこいい。なるほど。で、これが、まあ、なんだろう、まあ、何回も打てるわけじゃなくて、頭の上になんか感じですかね、なんか刻印みたいなのあるの分かりますかね。頭の上に刻印、一つ回ってないんですか。あー、回ってる回ってる。あれがある時しか打てなくて。これはどうやったら増えるんですか。あれは最初にバフをかけたじゃないですか、うんうんうん、あれの意味は10秒ごとぐらいにこの回るやつが増えていくんですよ、うんうんうん、でここまで溜まります。
なるほどなるほど。あるだけで知能とかも上がる、威力とかが上がるんで、うん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 、投げないっていうのも手です。なるほど、使っちゃうとまた下がっちゃうってこと ね、 そうですね。またゼロから始まっちゃうんで。なるほど。なんかボスとかにバンバン使っていくのもなるほどね。アシラはそういう考えながらやらないといけないのが面白いですね。これね、今入った？はい、もういいですね今のはもう誰も叩けない。もうちょっと褒めていいよもうちょっと褒めてくれてもいいよ。あ、これボスですか？あ、これボスですね、ここの厄介です、このボスは。俺、家帰った後に、はい、準優勝した人にプレーうまいねって褒められたって言ってもいいんですか？もう全然いいですよ価値があるのかわからないですけどこれなんですか？シャキーンってなんかこうガードするみたいな。それは長押しすることでそれずっとモーションを保てるんですけど、相手の攻撃をガードするんです。そのままダメージが減るってことですか？あとこける攻撃方を、あー、こけないようにできるんで。なるほど。まあもうどうしても当たるっていう時は使っていくっていうこと。ボスを転がすと起き上がりの時に衝撃波みたいなのが出るんで、うんうん、なるほど。主にそれをガードするときに、それでこけたくない時に使いますね、ガードは。なるほど。さっき、はい、あのガンナーを使ってたんですけど、はい、ジャンプ力半分ぐらいになってません？ガンナーより多分ガンナーはそもそもジャンプ力が高い。ああ、なるほど。アシラが低い低いなるほど。あ、なんか剣手に入れましたね。あ、それは装備できない剣。ああ、なるほど。ウェポンマスター限定の別の職業ってことね。そうですね。なるほど。これはもうガンガンクエスト終わらせて、あ、防具の重さとかもこれジャンプ力に関係あるんですか？そうですね。へー、すごいね。一番重い防具をつけてるんで今。はい。へー、足のマスタリーっていうのが。え、じゃあこれ今全裸になれば、このキャラでもジャンプ力が高いってことですか？そう。へー、なるほど。え、なるほど。全裸で、全裸でジャンプするアシュラ、ちょっとシュールですね。シュールですね。でガンガンエピッククエストをやっていく感じですか？またゴーレムの塔ですかね。これかな？ハードでいい。ハードで。ハードの塔とかの方が経験値がもらえるんですよ。うんうん。だから、レベル難易度は高い方がいいです。敵が強くなっちゃうんで、なんか難しいダンジョンとかで始めたら、うんうんうん、難易度下げようかな。あ、何で使うんだっけ？ H? T? これか、はい、これは1回ダンジョンに入って使うと、もうずっと、はい、なるんですよ。じゃあもう入ったら速攻使うべきってことですね。なるほど。左下になんか出てるの分かりますか？あー、出てますね。これがあるともうあるんで、潰されない限り、うんうん、ずっとそれは。なるほど。最初に潰されたんと、もう1回かけないとダメです。 OK です。覚えましたよ教えていただいたんで。もうさっきまたややこしいダンジョンを出て始めるんでその時は臨機応変に。でもね、はい、最初の頃ガッチマンがプレイしてたのを見てたんですけど、はい、こんなになんかなんだろう、特殊な敵はいなかったと思うんですよ ね、 そうですね。ゴブリンばっかりだった気がそうですね。やっぱり最初はやっぱり弱い敵じゃないと正直やってない。徐々に難しくなって、まあでも普通だったらプレイもしてるからどんどん上手くなっててっていう。もう問題ないよ。うんうん。最後まで楽しくできるってことですね。あ、ちょ、行っちゃいましたね今。入る気なかったんですけど。よくありますねそれ。コマンドでスキルを打つこともできる。なるほど。ただ基本的にこのゲーム12個も登録できるんで、あんまり別に大丈夫。はいはい、自動的に溜まるっていうやり方があるじゃないですか。言ってましたね。1つ目で、2つ目が次は W ボタンを押してもらうと W ボタン、はい、これでなんか変な技が出るじゃないですか、うん、これ長押しができるんですよ実は。はあ、はあ、今クールタイムで。そうですね、ちょっと待って、長押しをしてこの状態になって離すと、うん、もう離してください。ダメダメ離さないと離さない
こんなでかいのが出てきて、なるほど、これをするたびに1個コインが増えます。なるほど、じゃあ今いっぱい打てばいいんじゃないの。そうですね、まあ、結構クールタイムが長いんで、ね、いっぱいは打てないんですよね、うんうん、時間かければどんどん貯めれるってこと。いや、そういうわけではない。あ、そういうわけでもない。1回につき1回1個貯めます。なるほど。あともう一つが F の連覇弾っていうスキル、うんうんうん、これ当てる、当てた時のにこれ。おお、かっこいい、はい、このスキル。ここら辺が主力になります、ね。でも強いかっこいいスキルはやっぱりクールタイムが長くて連続では使えない。やっぱり性能もいいんで、うん、スキルクールタイムが長かったりします。なるほど。でそういうクイーンを貯めた後は Y の大技で、うんうんうん、どんどん使っていく関係ですね。クイーンがこれ大事にやってくる。考えながらプレイしていくキャラクターです。うん、なるほど。ただ殴ってるだけじゃないよっていう。後輩になったけどまた面白いスキルがどんどん出てくる。どんどん派手になるよね、スキル。どの職業も派手になるんですけど、アシラは特に派手になるんですけど、過言ではなくて。すごい楽しいですね。ガチャガチャ連打してるけど大丈夫これ。Xボタン結構やっぱりガチャガチャで、うん、大丈夫。結構多分うまくやろうと思えばどんどんうまくプレイできるし、なんか結構ガチャガチャしてるだけでもクリアできるっていう。クリアはできるんですよ。ただ効率を求めてくるってなると、うん、マークスキルをいろいろ組み合わせたり、なるほどね。こういう状況でこうやったりで、それとか。うんうん、疲労度なくなったらどうするのって。あ、それは、まあ、池町に戻ったらボタンでも渡るんです、うんうん、なんか、エクソンさんの方でちょみちょみしてくれるんですよね。ちょみちょみしてくれるんですよね。大人の何かを。またまた大人ですよね。まあ、エクソン本社ですからね、何だってできるんよ。本拠地ですからね。ああ、なんだったらレベル80にしてって言えば。疲れた80にしてって言ったら、やったったやってくれるかもしれない。かっこいいこの技。うん、強いからかっこいいのかもしれない。こいつね、ボス。このなんかあのブロックみたいなのが出てるときはのけぞらないってことでいいのかな。ブロックみたいなのが出てる、あの敵に攻撃したときに赤いブロックみたいなのが出て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 、のけぞらない。なるほど。もう、あ、そうか、ボスのときはガンガンもう強い技を打っちゃえばいいのか。強っ、めっちゃ減った、めっちゃ削れたよ。うおー、何、投げ技はこの敵には効かないんで。はぁ、あ、はぁはぁ、投げれないんだ。はい、連覇弾はちょっと。なるほど。コーヒーですからね。ごめんなさい。すごい、動けてる。やばいやばいやばい。おお。いや、さすがにここまで来ると若干最初よりはレベルが上がりにくくなってますね。そうですね、やっぱり最初までやっぱり下手なんですけど、うんうん、どん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 上がりにくくはなりますね。まあそりゃそうだよね。ずっと同じなわけがない。8時で、8時時点での目標が30レベル。これはなるほど、いけなかったら誰のせいなんですかね。肩身が狭いですが。いやでもなんだかんだで一番早いのはやっぱり準チャンピオンさんなんで、パーインさんが一番早いので、僕らがもう足引っ張ってね、ガチマン。この中から
ガッチマンが遅すぎたのはあると思うよ。これどれ選んでもいいの？あーまあ板金なんでこの職業一番右を選ぶ。一番右、はい、なるほど。これはもうもらったものは装備していく感じですか？そうですね、ただ今は結構いい装備なんで。あーじゃあ変えなくても大丈夫。で街に戻ってもらっていいですか？うんうんうん。疲労度のやつは、うんうん、疲労度のやつインベントリー開いてもらっていいですか？はいはい。でこの消耗品のところにあるこの999個あるアイテムなんですけど、これを右クリックするとうわーうわー、これこれですか？156使い切ったら使ってください。ああなるほど、これがね、はい、使い切らないと使えないっていうことね。そうです。なるほどなるほど。メール開いてもらっていいですか？メールこの天からすごいものが見えた。天からの恵みのスーパー成長の飛躍っていうのも使えまして、はいはい、これをダンジョンに入ったら使ってください。ただ30分で効果切れちゃうんで、30分ごとに30分ごとに使うことで3倍経験値が。なるほど。なんか重量がいっぱいって言われるんですけど、装備しか全部使ってください。なんかメガホンじゃなくてしゃべってね。300人かごめん、ガッチマン X メンバー募集ですよ。なんかチャンネル叫んでる迷惑なやつがいますね。まあもう売るっていうのはどこで売るんですかね？どこの NPC でしたらどいつでも大体大丈夫でして、例えばセリアでしたらセリアでもいける。はい、セリアでも。で商店を開いてもらって、うん、装備のところ開いてもらっていいですか？装備のところを開いて、もうなんかいらないアイテムとかを全部パッパッパってこのドラッグドラッグドラッグってやると、はい、エンターみたいな感じですか？エンターみたいな感じで大丈夫です。でもこれ全部捨てていい？そうですね、はい、もう使わないでしょ。本当に？はい、使わないです。これもこれも、あーそれは残しておきましょう。これもそれも残しておきましょう。もう残すのばっかやん。その2つ以外全部大丈夫です。本当に？はい、大丈夫です。信じてください、純チャンピオンを。これなんかあったら責任取ってね。僕のせいじゃないです。いいって言ったから僕はやっただけで。大丈夫です、間違いない。保険かけておくよ、僕のせいじゃない。わかりました。パーティーの組み方ですか？なんか申請が勝手に飛んでくるという認識で。パーティーは、はいはい、このボタンを押してもらうと、エンターの横のここのボタンを押してもらうとこれなんか見るんで、これも登録ってとこ押してもらって、うんうん、適当に確認ってやって、誰ともパーティー立ってる状態になってるんで、ここの状態で配信で来てくださいっていうとすぐ。なるほど、これでみんなが入ってくれると、はい、で僕の代わりに倒してくれるという感じですね。で解散したかったらここをクリックしてもらって、うんうん、解散をするっていう。そうですね。なるほど。ああそうかそうか、これは本来みんな持ってないものです。持ってないですね。1個、1個しかな、1個割ったら1個取るみたいな感じで、ここに入れ取ってもらって、もうダンジョン入ったらすぐ使ってもらう。3倍になる。3倍です。すごいね、3倍。全然みるみる違うんで。で、まだここに行っちゃえばいいのかな。30分間3倍。あ、使ってないわ。そうだ、忘れてた、完全に。これはやっぱ忘れてはならないと思うんで、アシュラでしたら絶対、これで勉強してください。一番忘れちゃダメなんですね。強さが全然違う。全然違います。強さが変わる。うんうん。いやでもあれですね、普通に僕がこのステージで持ってきてるってことは、普通にかどうかわかんないですけど、あのクリアできてるってことは、これだいぶ装備品いいですね。いやだけど装備品自体は今のイベントでもらえたり、はあはあはあ、入りやすいようなイベントがもらわれてるんで、特に装備をいじったってことは全くない。 あそうなんだ、はい、これももらったのかと。いやそれは全く純正のものです。
はあはあはあ。なるほど。この放送中にログインをすると何かプレゼントがあると。ガンガン進んじゃっていいですか。そうですね、ただただ進むしかないです。あ、もしかして左に行ったかもしれないです。あー、そうか、そうか、ボスの位置変わってるのか。いや、僕も見てなかった。なんかさっきと同じかなみたいな感じで進んじゃってた。右から多分行き止まりなんで、この感じは。え、マジで、はい、そうなの、はい、じゃあ戻るしかないんだ。はい、左行って、左行って、左行ってって。そう、レベル上がったんですよ。さっき上がりました。いやでもこれ準チャンピオンの後でもこのうわ下手くそになったな感がすこれなのに、この後チャンピオンがやった後にガッチマンがプレイするっていう恐怖どうなるんですかね。ガッチマン、俺があの台無しにしてあげるよ。台無しにはしないでくれ。一人は一人でしょ、そういう枠が。台無し枠ってのは一人でしょ。いや、それはなんかそれでなんかちょっと逃げてません？それ良くないですか、それ。じゃあ何ですか、僕の枠は中途半端枠って微妙すぎるでしょ、それ。すごい今更なんですけど、はい、走った目グリックリグリックリしますね。ええ、いや、いや走ってる時目ん玉グリッグリッグリしてますね。目グリックリしますよね。目かゆいのかな。ギョロギョロ、だいぶギョロ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 してますけど。動きすぎでしょ、うん、相当動いてる。これかっこいいな。あ、気持ちいい。これを潰していく感じ。なるほど。おお。三万におめでとうございます。おめでとうございます。いやでもこっちも表放送ね、三箇所でやってますから、三箇所、四箇所でやってますんで。ああ4箇所合わせればこちらが今なんと45,000円。勝ってる。よし、向こう強えな。1つで。いやまあでもね、数があればその分分散しちゃうのは仕方ないっていう。と気づけばボスですね。かっこいい。気持ちいい、これ。当てるのちょっと最初のうちは慣れないスキルなんですけど、少し離れた位置からじゃないと当たらないですよね。ガンガンボスは寄ってくるんで。いやでも楽しいね。本当。うん。サクサクできるっていうのが爽快感ありますよね。
今回あのちょっと無理して僕ら24時間やってますけど、実際はもう2時間3時間でもうあれですよね、費用がなくなるわけですから、あんまりやらなくても差もつかないし、友達とかとやってて、そうですね、友達に置いていく感じだったりっていうのは他のネタであるんですけど、そういうのがあんまりないってことですよね。なんか普通にね、あの学生さんとか社会人の方とかもやりやすいゲームだと思いますね。まだガンガンクエストかな。多分もうゴーレムクエストは終わってるんで。次ですか。玄関の方ですかね。こっち。何これ。イージーから、それともイージーしか行けないのか。新しい段でイージーしかない。うん、まだ行ったことなかったんですね。新しい段で。うわぁ、なんか新しいのがいるぞ。え、5? ああ、なるほど。新しいタイプのやつですね、これ。あ、また、あ、使ってないわ。危ない危ない。また、おいって言われるとこだった。あら、気持ちいい。なんかちょっともったいない気もするけど、今の。いやー、いい使い方だと思いますよ。バンバン F のスキルを使った方が。使い勝手に比べると短いですね。バンバン一番使って作るかもしれない。これね。いやもうすごい一気に。A のスキルも。A 強いよね。A はやっぱり強い。さっきから思ってた A 強いな。転がってる的にも当たるんで、やっぱり。あとチームもやっぱり強いですよ。G。かなり長いんですけど。